まあ確かにあのバッターボックスでね大きく、まあ、これは堀内コーチから言われた話なんですけどもね、はい、まあこのね八分投法というのが非常にそのまた難しいんですね。自分でやっぱり自分のその気持ちを抑えてと言いましょうか、八分で投げるというのは難しいことなんですけど ね、やはりあの実際問題力んでその生きたボールも行くケースもありますからね、その辺はやはり自分のフォームですし自分の腕の振りですから、はい、やはりブルペンでそのいろいろ3安打三振は1つフォアボールなし、はい、当然失点もなかったんですけども、まずまずと練習しながら高めていくというんでしょうか、直していくという形ができれば一番いいと思いますね。そうですね、あるいは結果をきっちり出しておかないといけないチームもあるでしょうからね、ジャイアンツにとっては明日のゲームも大事になりそうです。近鉄バファローズの攻撃、2アウトランナーが3塁、あとこれからまた練習でそういうことを、ね、直していってほしいと思いますね、はい、ぜひとも素晴らしい開幕を両チーム迎えてもらいたいものです。これはショートが取り